さあここからは後半戦でございます。今日やっているのはですね、建築基準法の51条許可のところでございます。まだ1本目見ていない方はですね、まずそちらを見てからこちらの方のですね練習問題やっていただければと思います。ということで早速いきますよ。クイズ周辺知識にアタック。1、学校を新築しようとする場合には法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。さあどうでしょうか。さあいきますよ。答えは、はい、これ×です。これはですね、火葬場などの特殊建築物については都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ原則として新築または増築はできません。ですが、これにですね、学校は該当しないんですよ。大丈夫でしょうか。ということは用途制限をチェックして問題がなければ新築ができるということになります。つまり用途制限に適合さえしていれば位置が決定されていなくても新築ができるということでございます。ここのところですね、正しく覚えてください。ではこの問題はどうでしょうか。こちらです。2、第一種低層住居専用地域内においては神社、寺院、教会を建築することはできない。さあどうでしょうか。さあいきますよ。答えは、×ですよ。これ超基本問題なんでございます。これ神社、寺院、教会、これらの宗教施設に関しては全ての用途地域で建築ができます。信教の自由でございます。さあこの問題どうでしょうか。こちらです。3、第一種住居地域においてカラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500平米であるものは建築することができる。はい、どうでしょうか。さあいきますよ。答えは、はい、これ×でございます。これも大丈夫でしょうか。これですね、第一種住居地域ではカラオケボックスはですね、面積に関係なく建築ができません。ご注意ください。ではこの場合どうでしょうか。こちらです。4、店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が2万平米であるものは準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。さあどうでしょうか。こういう感じの問題も出ます。さあいきますよ。答えは、これ丸でございます。これはですね、店舗、飲食店などの建築物で1万平米超えをですね、建築できるのは、近隣商業地域、それから商業地域、準工業地域、以上でございます。よってですね、この選択肢のように、工業地域では建築はできませんので、ご注意ください。続いていきますよ。5、市町村は集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。はい、どうでしょうか。はい、これ答えは、×でございます。これですね、地区計画にはですね、5種類あるんでございます。何があるかというとですね、こういうのがあります。この5種類の中ですね、この4種類に関して言うと、市町村がですね、国土交通大臣の承認を得て、条例でですね、規定をすることによって、用途制限を緩和できるんですけれども、この集落地区計画に関してですね、その規定がございません。以上でございます。大丈夫でしたでしょうか。ここのところはですね、ややこしい問題が非常に多いので、特に選択肢が長くなるものもあります。ただですね、一応覚えておけば解ける問題がほとんどですので、まあ、ここのところはテキストに載っているものは確実に覚えていくっていうのはもちろんなんですけども、あとは問題集の解説欄とかですね、そういったところに載っている知識を必ず拾っておきましょう。ということで、また明日。